始まりました。寒。寒さ。英語しよう。寒さ。うそ。エブリーモーニング、毎朝。わ、あ、ウォーター。え、ウォーターじゃないの？water ウォーターじゃないの？water sink water drain I love tea 紅茶が大好きです。I love salad. I also love salad. I eat salad every day. サラダ毎日サラダ食べます。あれ、あ、語がなかった。もうやだ。いい。 I drink water every day. ドリンクウォーター、あ、ドリンク。毎日水を飲みます。I drink water every morning. あれ、ちょ、あれ、 I drink water every、 あれ、モーニング。 I drink waterEvery morning I drink tea every morning. Really, I drink coffee every morning.
very big. Eat. Soda. House. I eat salad every day. I eat salad every day.毎日サラダを食べます。これ選択問題難しい。 I drink water every morning. I drink water every morning. Water? Water? Every? I drink water every morning. モーニング。よし、やっとできた。できました。今日はおしまい。ネクストトゥモロー、ネクストデイトゥモロー。お疲れ様。お疲れ様は、グッジョブ、グレート、It's great. Nice. みたいな。明日は何作ろうかな。明日ハンバーグ作ろうかな。いや、ダメだ。明日ハンバーグ作っちゃダメだ。ネギ巻き作ろう。ハマってしまった。自炊にハマりました。高尾さやかです。自炊にハマりました。目覚めた。なんかね、生活の質が上がる。
んかいいかも。一日過ごしたなって感じがする。今日はうつむき。そう、一時期ね、生活の質、あれよ、自律神経が乱れてた時に QOL を上げてました。うん自分でどうにかしていた。自分を大切にするの大事。でも最近さ、私寒くない時になんか足がなんだろう、鳥肌が立ったみたいになる時があって、多分寒いって思ってないんだけど、そう、したら調べたら、そう、なんか神経のが良くないサインみたいな出て、え？でも最近元気だけどなって。サインなのかなと思った。この前、そう、湯船に浸かってた時も足がなんか鳥肌立って、そこでもあれおかしいと思ったんです。そう湯船浸かってるのに。わからんけど、あのあれかも、あのその時入浴剤もうバキアンだったから、皮肉痛がすごくて入浴剤を入れてて その入浴剤のなんかさ泡みたいなのあるじゃん、あれが足についとったのがなんか弾けて（笑）そうなったんかもしれん、分からんけど。でもこの前は公演、リハーサル中に、始まる前ぐらいになんか鳥肌立ってザワザワってして、なんかおかしいと思った。炭酸やったんか。あ、そう、痛くない全然。なんか急になんかサワ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 ってなると、え、レイ
けんさ、その時になんかそうさあさあさあってなって、なんか私一人で「え今の何？」って呟いて呟いた「今の何？」そうそうそう。でも今日は全然なかった、昨日も多分なかったし、あそう昨日あったん、昨日お風呂でなったから今日はなかったな。なんなんだろうね、全然しびれとかじゃない、まあそういうこともある。あとあれかも、ね、普通に乾燥、普通に乾燥してそうなったんか、その可能性もあり。気圧？あたり？え？だったらちょっと嬉しいかも。ちょっと嬉しい。見たかった。すあたりってなんかジブリに出てくる。なんか真っ黒黒助の本名、本名どっちが本名、いや本どうなんだろうな、別名か。真っ黒黒助おわすすあたり、真っ黒黒助は勝手につけたんや。そうです、真っ黒クロスケはあの人が住んでないとこに住んでる。いや、なんかいっぱい笑ったら出ていくらしい。私常に笑ってるから大丈夫。やばい、笑っちゃう。落ち着いて。よし。いや、セットだからおもろい。結構ツボ。結構ツボや、私のツボや。
しろ。頭の中で無限ループしてしまう。サッチーも豚キムチ作った。へえ。すごいね。多分私よりちゃんとしてる豚キムなんだろうな。私の豚キム具材が少ないから。ピアノちゃん推し。え、本当に？サッチーもピアノちゃん推し？え、初めて出会った。ピアノちゃん推し。え、いや違うかもね。そうよね。違うかもね。すいません。そうよね。噂をね、あのね、信じちゃいかん。いや、ピアノちゃん推しはおるけど、いっぱい。でも、出会ったのは、なかなかいない。私の豚キムは玉ねぎと白菜キムチと豚肉だけ。直接聞いてみるわ。なんかかなうちゃんがなんかリプ編企画で私のことを言ってた。憧れのアイドルみたいに。高橋彩香さんですって書いてあって私ってなった。私なんかそう王道アイドルみたいな風に言ってくれてそうかなってなったけど。でもかなうちゃんはそう私チャートリーなんですけどかなうちゃんはマイカーに入りたいって そうマイカはすごい元気っていうイメージがあるから、うん、似合いそう。MC とか好きだと思う。話すの好きだと思う。だってなんか二人で話してる時ずっと話してくれる。
うなんだろうね。確かに多分ユニット入ると思うんだけどね、サンキちゃんも。うん、そうだよね、やっぱり特色があるからそこに馴染むとこがいいよね。そうね、でもどこのユニットも結構人手不足っていうかな感じはするけど、できた頃に比べたら。チャートリだったら、そうインスタ始めれますよ。これもよくわかんないルールだけど、よくわかんないルールですけど、そうなんか、そうチャートリだったらインスタ始めれる。でも前はね、なんかあったんよ、ユニットごとに。スタジオだったら TikTok とか、四国だったら YouTube とか、なんかあったんだよね。マイカーだったら、なんだろう、コイラジとかセトチャレとか、なんかいろいろあって。でも今はね、もうなんだろう、多分希望して話し合いとかあるのかな。 YouTube はもう STU ラボができたから、そうなのかな。それいいと思いますけどね、やっぱりこうみんながしたいことをした方が。そう、私全然ユニットね、希望とかみんな出してなかったんだけど、チャートリだった。5期生9時だった。なんかなんだろう、なんか9時だったけど動画が作れ動画が作られたって。いやでも9時だったよね。でもあの結局みんないい感じに本当に割り当てられていましたけどね。なんかこの動画なんだって思いながらあれなんだ、あの動画なんだったんだろう。いやからなんかどっちかで良かったかもしれないしね、どっちもある嬉しいねどっちもあるなんて嬉しい。いやでも本当になんか本当みんななんかなんだろう、よく良い感じに振り分けられていた。うん、どっちにしろね。でもね、あの4人 2.5 期生の4人はどのユニットでも、うん、そうね、こう順応していく
していたんだろうな。うん、とも思うけど。うん、すごいよ。やっと昇格もしてツアーも一緒に回れるし、チャトリ以外だったら四国とか、どうでしょうか。うん、どうでしょうか。うん、四国麺以外もなれるでもなん福岡、福岡どうだろうね。福岡でもみほりんやっとったか。すごくいない。うん。そう、結局話を戻すと、そう、ツアーもなんか受付が始まりましたね。7周年ツアー、兵庫、香川、愛媛公園、4月28日、兵庫県神戸文化ホール。5月11日、香川県
レッグザムフォール。5月12日、愛媛県県民文化会館。あ、ここ行ったことある。すごい、土日で香川から愛媛へ。香川は2公演だ。学生777円。正規メン全員ですね。777円。3期研究生数名前座出演予定。でも広島公演は全メンバーだって。全員ステージに乗れんのかな。広島は5月18日。6月1が徳島、2が岡山で終わりか。9月か、想像つかんな。うん、岡山ラスト。6月の想像がつかん。また6月か7月から夏のツアーが始まったりして、そんなことないかな。あ、追加公演なんかずっとツアーしてるみたいな。9月末まで。
今3月15、今年の夏暑そう。桃鉄はするかな。東京の公演もしそうだよね。でも東京で公演、ありそうですよ。わあ。どうなるんだろう。とりあえず目の前にあることを頑張ろう。ね、楽しもう。ファンクラブイベントね、もうそろそろな気もしますけど、今なんか順番待ちみたいな感じなので、ねえ、私もワンシーズン1回できるかなって思ってたんですけど、もう、ギリギリ春いけるのかな。ね。
つしたっけ、10月だった気がする。え、8月、え、8月だったのあれ。え、8月、え、嘘、夏やん。半年に一回になりそう。なんかね、なんかそう言ってるんですよね、イベントいっぱいしたいって。でもなんかやっぱそう簡単にはいかないものなのかな。やっぱりこうバランスというか、うん、よくね、あの私らがしとるファンクラブ、なんかいろんなこう結構人がやってるのかな。そう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 、なんかそうマイナスになったらあれだからみたいならしい。でもそうだから楽しんでもらえるように毎月そう作ってる、動画作っとる。10分ぐらい過ぎたらね、結構重くなるらしくて、なんかあの10枚目シングルのジャケ写撮影の様子をできたんですけど、あのねちょうど撮影中になんて言うんだろう、仮音源が流れてて、それを流したらちょっとあんま良くないみたいな。だからそれをどうしようかなと思ってる。ほぼ鳴ってて仮音源が、そこだけ音切るか、 BGM の音をめっちゃ大きくして私の声が聞こえないみたいな風にするかって。迷ってる。そうなんよ、声消してしまったら字幕付きで、そうやるですかね。あ、ナレーションにしようかな。じゃあに更新通知ないよね。ニューとは出るけど。ナレーションにしますかね。確かに TikTok もないもんね。インスタは来るんですよ。あと Twitter も確かに確かに。
あ、たまに来るね。なんかそうだね、なんか通知来なかったって時もある。だけストーリー載せてすぐ見てる方もすごいなと思う。確かに通知が来る。バラバラなんかタイミング。あはは。メールもだけあれよね。通知取っとったら。メールが一番送りやすいな、なんか。楽しみ。おー、嬉しい。そうそうそう、なんかブログとかは一回通して送るから、そういえば私 STU の公式サイトのブログ全然上げてないわ。あれあれれあれれ、そうね。スペサポはあのファンクラブよりかは更新してる気もする。多分メールはね、そう、結構なんか基本的にこうするってのは決めてるけど、あんまり義務感なく送ってるから結構いい感じなんだよね。距離感、そうだよね。自分の
半年前とかのメール見たら面白いなって思う。その時は気づかんけど。あ、ポストした今日。存在に気づいてますかみたいな。え、豚キム作ってた私。嘘。全然覚えてないの。あ、本当だ。豚キム作ってる。12月。ジャケシャのオフショット。去年の3月。去年の3月6日のメールがちょっとおもろい。焼けちゃのオフショット。この日めっちゃ高いヒール履いてて、その後に足のふくらはぎが痛くなります。その中でのベリーベリーオフショット。これは何が起きたでしょうか。そう、答えはでバサバサして笑っている布がだいぶ近づいてきて、てんてんてん。ついに私の頭の上でバサンバサンとなって、ちょいとなってる私です。笑うのもそんな雰囲気じゃないし、かといって髪の毛ボサボサで撮影してもらうのもとなった微妙な表情。おもろ。あんま変わってないな、メールの書き方。なんか3月8日。フリーレの時に振り付けの先生が一人一人メンバーの印象を伝えてくれる場面があって、さやかちゃんはふわふわしててお上品なお嬢さんみたいだね、けどベースは知って自分流にしていくのが上手。一番自分のことが分かってる。多分すごく頑固だと思う、と言われました。
もる。え？頑固じゃないけど。頑固じゃないけど。違うけどね。違うよ。認めないよ。認めないよ。振り付けの先生ね。神様もあげるくらいにの振り付けの先生かな。違うよ。そうそうそう。カラオケしようと。あ、今日もまたあんまり聞けなかったな。100曲、今110曲ぐらいになったプレイリストの110曲ぐらいになりました。そんなに歌えない。毎日10曲ぐらいは聴いてる。しよっかな。
様だ。どうよう食べたポップコーンがめっちゃ美味しかった。キャラメルポップコーン美味しかった。通信大丈夫かな。夢は朝には覚めるけど、見てた。地ほどのギャップがあるんだ。仕方ないよね。希望を持つのは重いけど、下を向いているだけでは大事なものが見えなくなるよ。覚めない夢もある。神様も飽きてるくらいに24時間お願いしてるよ。寝てる時も起きてる時もずっとそのことばかり。神様が根負けするまでしつこくてごめん。それでも君だけは諦めきれない。時にはあるもの。それでも明日は幸せになれるようで、人は眠りにつくんだ。努力は報われる思ってないけど、空振りばかりやってみよう。自分の気持ちに向き合って、さあ正直に生きてみるか。絶対に欲しい、絶対に叶えたい、無理もいいもんだ。一緒に一度のお願い、誰だって持っているよね。他のことはどうでもいい。だから何とかして、そのおばあのことなのか笑知れない。頼むよ、君だけは譲りたくないんだ。どうぞ。
神様も呆れるくらいに24時間お願いしてるよ。寝てる時も来てる時もずっとそのことばかり。神様がこんだけするまでしつこくてごめん。それでも君だけは諦めきれない。お願い君を僕のものにさせて。イエーイ。息が続かない。いい曲。暗闇のドーベルマンが牙を剥くように、不意に現れた男、威嚇していた。愛された記憶がない、一人で生きてきた。疑うことだけ覚えて、暗い眼差しで優しくされても、どうすればいいのか、睨みつけるしかなかった。どういう顔で泣けばいいの、誰かの言葉を待ってたのよ、教えてもらえなかった。そんな甘え方、信じることが怖かったの。鎖につながれてしまうと声も行けなくなって、飼いならされていた。いつ見上げていると息が苦しくなる。美しいものはすべて手が届かない。夢なんか儚いもの、そのまま消えてゆく。初めから見てない方がもっと楽だろう。世界のすべてを諦めた時から、私は強くなれたよ。どういう声も気にならない、愛する人はここに来ない、誰にも頼らないよと強がらせてほしい。奥ばかにしめがましても、涙が勝手に溢れる。ここではないどこかへと、いつかは出てゆく。
い。どういう顔で泣けばいいの、誰かの言葉を待ってたのよ、教えてもらえなかった、そんな甘え方、信じることが怖かったの、鎖につながれてしまうと声も行けなくなって、飼いならされていた。でした。メイクナイス、見てみよう。した後は先より笑顔になれるんだ、ここで諦めずに今の自分にできること、風の向きが変われば雨も止んで晴れ渡る明日が来る。
迷うな。ビンゴ、バケなんて何もない、紹介された瞬間、稲妻に打たれたな。理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて、思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、ビンゴビンゴ、今日までは決め振らず待っていて、よかったわ、運命を味方に選びる。わー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 、ここで起きた奇跡にスキップしたいくらい、神様に感謝する。偶然はいつだって用意されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび、息をするのも苦しくなってくる。きっと人ど真ん中に命中、きっと人私のハートが盗まれた、きっと人どこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ、今日までは決め振らず待っていて、よかったわ、運命を味方に選びる。ひとひとどまきっと人私のハートが盗まれた、きっと人どこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ。Oh my god、 Oh 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 oh、わー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 。
ビンゴ。ビンゴ。懐かしい。懐かしのビンゴ。ビンゴいいね。なんか赤いよね。顔赤くなっちゃった。2つ入ってるからかな。ソーダ水、あなたがいつも飲んでた。グラスの中跳ねてる強い泡たち。シュワシュワソーダ水、緑色のペ世界。なぜだかとても大人に見えた。あの頃はまだ幼くて恋とは気づかずに、ただ優しい家庭教師と思って接してた。の合格に抱き合い喜んだ。制服の音が感じ、あ、あ、純情そうだ。喉がチクチクするから飲めなかった。ずっとこのままの私、憧れソーダ水。二十歳過ぎてトライした。今さら思い出したみたいに。なんかあれ教えてた。うまかったのに恋愛落第点。そのことだけ教えてもらえず何度か自習した。建築家になったって後輩に聞いたわ。ここがわからん。あの日のソーダ水、あなたがいつも飲んでた。グラスの中跳ねてる強い泡たち。シュワシュワソーダ水、世界。なぜだかとても大人に見えた。炭酸、炭酸飲料。というその気持ち胸に込み上げる。小さな泡がいっぱい。
純情ソーダ水、喉がチクチクするから飲めなかったずっと子供の私、憧れソーダ水、二十歳過ぎてトライした、今さら思い出したみたいに、なんか切なくなった。歌えた、なんか歌えた。やったー。あ、すいません、間違えました。これにしよう。誰か踊れる？ダンサー募集中。絶対に無理だって世界中の人に言われた Why? Oh why? 何気ない言葉に何度も何度も傷ついて、でもその度に僕は強くなっていた。ひどごとだから簡単に決めつける Oh why? Oh why? 届かないくらいに存在だかいい場所なのか、誰もが諦める夢の雨の雨、朝が何ての雨のくまやん、くまやんが、ありえないことで片付けたくないよ、信じればいいもう根拠なんかいらない、もういい髪で変わらない、何かにしフフ間違いだってフィニッシュのいい日がそうな、死んでもいいよいいよ、考えて
やん出る？どうする？クマやん。クマやん、いける？スイッチいける？クマやん、いける？準備運動して、ちゃんと準備運動。ちゃんとね、ちゃんと。へへへへへ、バングルはせだって起こりうるんだ。明日を信じていくんだ。今日は終わりに。世界何個も食わさえがない。あーあーて。My life。静寂の水面に今一瞬抜けてみればいい。そこから始まる始まるストーリー My life レレニデレレレレレニデレレニデレレレレレニデレレニデレレレレレニデレレッドオーシャンなんてきっと面白くないだろう。ブルーオーシャンこそがこれから目指す場所。何を求めればいいんだ、こんな生き方。あら、もう味方なんかいらない、孤独を愛すだけ。誰にも合わさず合わさず行け。ヒベ何を信じればいいんだ、深い暗闇の中。もう根拠なんかいらない、思い込みで構わない。何かにすがってすがってオーライ。間違いだって気にしない、ひらすら進むんだ。いいとか悪いとかまとめてやってみなきゃわかんない。信じてもいいよいいよ、今回No, no, I mean No, 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 I mean No, no No, no, I mean Oh, 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 no, I mean No, no, I mean Oh, oh こんなことが起きるなんて。すごい、今くまやんが踊ってくれました。ちょっと出てきてくまやん。あーすごいよ、急に出てきてくれてありがとう。どうだった？あね、え、よかったよ。でもよかったですよね。よかったですよね、皆さん、くまやん。みんなよかったって。じゃあ、ありがとうございました、くまやん。ありがとう。よかったね。まさか。じゃあ、後ろで見とく。後ろで見とく。よし。全然歌えなかったけど、よかった。
踊ってくれる人がいて、やばい、ほんと。ノーアメン、ノーアメンでした。元気出た？よかった。これ歌えるかな？やってみよう。歌ってみよう、歌ってみよう。君はどこの誰なの？発動する清純、みんなの視線集めて、海の家まで歩く、シュワシュワ世間の泡みたい、白いさざ波、砂浜よけがれを知らないまま、絶滅の危機、黒髪少女よ、お守りたい、絶滅の危機、黒髪少女よ、お反抗したい、やっと出会った、やっと出会った、黒髪少女よ、少女日本の日、僕は君に夢中さ、ずっと追いかけたいよ、写真を撮っていいかな、ちょっと感動してる、ピュアピュア、誰だって生まれたその瞬間は、いつしか大人になって変わる、天然記念物清掃な少女よ、天然記念物。絶滅の危機、黒髪少女よ、お守りたい、絶滅の危機、黒髪少女よ、お反抗したい、黒髪少女よ、お滅びゆく、なかなかいないよ、黒髪
いいですね。日本の帯。ドリアン少年。ドリアン、私飲んだよね。確か。友達に見せた瞬間、ありえないでしょ、趣味が悪いとドン引きされたよ。こんなにかっこいい人は絶対どこにもいない。自慢しようと思ってたのにめっちゃ攻撃。変わってた、キャンディーよりチョコよりケーキより好きなのはほやの塩かな。不細工もイケメンも髪一重、女の子それぞれの理想系。みんなから見抜きされなくたって私だけの不倫さ。不細工もイケメンも同じこと、そこに落ちちゃえばブラインド。誰が何と言っても増音だって、あて彼はオンリーワン、私がハマったドリアン少年。実際合わせてみたら彼の魅力がわかるわ。みんなフリーズ、口はアングリー、目が変だった。そんなにイケてないかな、疑われたそのセンス。私の中じゃ欠点のない夢の恋人。バスで知ったのはドールとかぬいぐるみ、ドレスより欲しかった高枝ばさみ。猫またぎ猫またぐスルスル、女の子手出さない珍味系。美味しくないお魚も骨だけでも残り物は取れちゃう。猫またぎ猫またぐ無視できない、気になってしまうのは本能ね。自分の顔を信じよう、正しいとみんなが好きじゃなくたって、私にとってはドリアン少年。ちょっとボロボロかも。ボロボロだった。イケメンも髪一重、女の子それぞれの理想系。みんなから見抜きされなくたって私だけのプリンス。不細工もイケメンも同じこと、そこに落ちちゃえばブラインド。誰が何と言っても増音だって、彼はオンリーワン、私がハマったドリアン少年。ドリアン少年。
青春。君との約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。彼女を待たせてるからなんて言い出せやしないだろう。過去を出た駅までの道、青春のラップタイム、キスみたいに息を切らし、焦り一緒になって一秒でも巻き返そう。ただ一つの理由は好きだから、携帯かけるより渋滞のバスより、君が待つ場所まで走る方がいいさ。夕日が落ちる直前の空は、ため息の風が吹き、予定のずれた今日の事情を、あ、忘れてくれる。青春のラップタイム、自己ベストだよ。陸上部からスカウトされるかもね。愛が僕を走らせるんだ。こんなに急いでいるのは好きだから。シュート、ドリブル、ドリブル、ドリブルからのスリーポイントシュート、両手持ちトラベリングからのシュート、青春ラップタイム、キスみたいに息を切らし、一秒でも巻き返そう。青春のラップタイム、自己ベストだよ。脇目振らず君が待つあの場所まで、一生懸命に走ることさ。ただ一つの理由は好きだから。ヘイ、ありがとう。ありがとうございます。
君はこんなに近いのに、僕は遠くを眺めてる。視線の端でさりげなく、君の存在を気にしてた。春の日差しのカフェテリア、偶然同じテーブルでハートが固まったように、言葉を交わせなかった。僕だった好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から、記憶の中の誰よりハートして強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しようか。ファイナリー。人を好きになる理由は誰も説明つかなくて、おそらくきっと後付けさ。情感以上のなぜはない。君の周りの友達はみんなキレているけれど、僕は一歩立て引かない。ランチタイムが終わっても I love you。 突然だ、恋は突然だ。募る思いどこかに溢れてしまう前に、どうしても言っておきたくて。突然だ、恋は突然だ。空気を読んで抑えてた感情を今叫出す。僕の愛しさはファイナリー。いつかのかのアンサーよりもずっと胸に、あ、君への愛しさをついに解禁だ。好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から、記憶の中の誰よりハートして強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しようか。ファイナリー。好きなんだ、君が好きなんだ。ずっと好きだったんだ。好きなんだ、君が好きなんだ。ファイナリー、君に伝えよう。Hey Hey、 なんとかなんとか、なんかんとか、かと思いここでファイナリー。イエーイ、ファイナリー、ここでファイナリしちゃったか。
美しいあの街、希望が住むと信じてきた。私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した。いつも思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその思いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。季節の移ろいは成長してゆく心に似ている。いろんな花を咲かせ君は思い悩んで大人になってゆく。遠いあの空の下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった。未来はいつも姿見せずに待っている。甘えないように、愛とは涙、人のために泣けることね。幸せを噛みしめている。雪もやがて溶けて、大地が正しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる。いつだって明日は来る。風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその思いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。もうすぐ電池なくなりそう。
好きだよ、夕日に向かって叫べ。大好きだよ、大きな声で叫べ。大好きだよ、海まで走って叫べ。大好きだよ、一人ぼっちで叫べ。切なくて苦しくてどうしようももないことって時々はあるけれど、いつもとは違う胸の奥、こんなにも溢れ出す感情は人生で初めての経験かもしれない。コンクリの防波堤に四字のぼって僕は立ちながら、今自分の熱い気持ちに素直になる。大好きだよ、風に向かって叫べ。大好きだよ、力の限り叫べ。大好きだよ、波音以上に叫べ。大好きだよ、腹の底から叫べ。純情とは僕らしい正義だ。そんな恥ずかしいことか、キラキラと輝く恋心、寄せては返す愛しさよ。順調よろしく。君と目が合うだけで何も言えなくなるんだ。そう、恋はいつだって臆病にさせる。教室の片隅で見つめるのが精一杯。ため息をついちゃえば諦められるのかな。太陽が水平線に沈みながら僕に教えるよ。今日やり残してしまったこと、明日やろう。大好きだよ、君に向かって叫べ。大好きだよ、勇気を出して叫べ。大好きだよ、正々堂々と叫べ。大好きだよ、結果恐れず叫べ。青春とは今だけの正義だ。何をためらってるのか、失敗をしながら学ぶもの、後悔なんて残すなよ。純情とは僕らしい正義だ。そんな恥ずかしいことが、キラキラと輝く恋心、寄せては返す愛しさよ。純情しか生き方を知らない、僕は僕らしくやるよ。誰かから背中押されなくても、いつかはちゃんと言えるはず。大好きだよ、夕日に向かって叫べ。大好きだよ、大きな声で叫べ。大好きだよ、海まで走って叫べ。大好きだよ、一人ぼっちって叫べ。わーい、
休憩。順調。休み。あれ？まだ電池ある。意外と。でももうすぐなくなりそう。体感。体感的に。ふふ。赤いです。なの？次が最後の曲にしようと。配信見てたらいつの間にか寝てたらおもろい。眠。急に眠気が来たぞ。急に眠気来たような。
急に切れるかもし、うん、真ん中途中で消えるかも寝落ちしてました。ジュアル、まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちを見てるけど、きっと呼んでも来ないんだろう、なんか懐かなそうで話だって関わったって、あー眠った、それでも気になってしまう、なぜか無視できないんだ、まさかこれって恋かな、そんなわけない、やめてくれ、夏の好きはご用心、ただの蜃気楼、暑さにぼーっとなった、三角さいつもならば冷静に判断できるのに、ギラギラと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変、サマープリーズ、サマーチャンス、想像、これからずっと前から気になっていた素材感半端ねえ、だけど気軽に手を出しちゃったら絶対後には引けねえ、君が近づく僕も近づく、あー危険、理想のタイプと違う違う、手には負えない君さ、ことがないだからこそ、そう余計に余計に、なんかビビッと来ちゃったよ、不意のキスはやばい、切れた、あらし、してた、どっちの方からしたか覚えてない、なんかハートハープ使ってしたんだよ、ちゃんと準備してたんだ、完璧にしたのに、あーポンコツだね、理屈じゃない、もっと本能的な、目に見えないフェロモンってやつ、やられたらしい、ノックアウトさ、僕は無抵抗でしかない、夏の好きはご用心、ただ昨日あっさりぼーっとなった、さあ隠さ、いつもならば冷静に判断できるのに、ギラギラと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変、サマーキース、ねまりなまーす、いっぱい好き、大喝采、大喝采だよ。すごいね。
すごいね。やっぱ途中で終わった。そう、電池切れた。よし、今日は、いや今日は途中のノーウェイマンと、あと最後の夏の好きなご用心だけ踊りました。なので明日は書いてないです。ねえ、くまやん。ねえ、くまやん。うん、楽しかったって。ありがとうね。あ、そういえば忘れてた。なんかアニメイトさんから自分をいっぱいもらったんですよ。
渡す。髪が長い時まだ。いっぱいあるぞ。なんだこりゃ。アクスタだ。お、自分だ。これランダム。アニメイトさんとのコラボ。ん？みなみさん。みなみさん。みなみさんがやってきた。えへ。えへへ。前のなんだっけ、配信の時もみなみさんだった気がする。ランダムよ。さっきのもランダムよ。はっ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 は。自分の当てた。トレードしません、しません。あれが入ってない、キャラのやつが。キャラのはダメなんか。イラストのやつ。よし、あれね、くるくるにあげたんよ。自分の。キャラのやつ、イラストのやつ。
しまい。抱き枕カバーはもらってないですね。あ、まだ売ってないか。まだもらってないですね。3月10日まで。え、もう終わりやん。早っ。3月10日まででした。うん、そっか、第2弾がこれからか。第1弾が3月10日までか。そういうことかな。池袋本店、仙台店、札幌店、渋谷店、名古屋店、秋葉原店、天王寺店、福岡パルコ店、広島店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、梅田店、新宿店、アニメイト通販。近いのありましたか。広島はね、あのね、そう、みんなの抱き枕カバーが飾ってある。福岡パルコ、うん、エレベーターで上がっていく感じ。多分ね、そう、広島だけ抱き枕飾ってあるな。飾ってあるのは、何日までかな。10日までかもしれん。広島だけだと思う。他のお店なんか、あれ、充電できてない。じゃあそろそろ終わろっと。みつるんさん、おしゅういちさん、バリーさん、まささん、まっぺーさん、いくごぴょんぴょんさん、まいせんたん、のぶさん、さとけんさん、ゆうきにゃんにゃんさん、さとるんさん、つりけんさん、ろっくおんさん、きちねさん、こっぺさん、F しぶやさん、りょうへいさん、ひろとさん、とおるさん、へんせいふうさん、あきらさん、わっきーさん、台湾のこうさん、ほたてさま、リアスティーさん、タンタンさん、セイヤンさん、メガバイトちゃん、猫のおかずさん、フジポンさん、シンジさん、トキワさん、オーサムさん、タニーさん。あれ、またおかしくなった。
腹すいた。バイバーイ。ありがとうございました。よいしょ。